11月1日、この日は待ちに待った輪島ひろしの日本デビュー戦である。試合に先立って輪島の公開練習が報道陣に披露された。の期間が7ヶ月と非常に短期間なんですが、今日の公開スパーリングを見まして、大変に体がたくましくなったというところが一番印象に残りますね。格闘家としては大変にその素晴らしい素質を持ってるわけですから、いわゆる輪島流というプロレスをこれからやっていったらいいんじゃないかと思いますね。まあ、38歳の遅い転向とか5年のブランクとか、いろいろ言われてますけど、やはり今横綱を作るのに相撲協会が四苦八苦してますね。それを3年半幕下最下位の付け出しから3年半で横綱になったという、これやはり格闘技の天才だと思うんですよ。そのセンス、格闘技本能だけはやはり失われてないと思いますし、体も完全に125キロに戻ってますし、十分に期待していいと思いますね。自分の力を出し切って頑張ってください。いや、今日は非常に頑張って、七尾のために頑張っていると思います。タイガージェットシーンだから反則ばっかりするけど、僕としてはやっぱりゴールデンアンボンバーかなんかでガチリとピンホールして、輪島ひろしはやっぱり強いってことを全国のファンのために証明してもらいたいと思います。能登の人ですからね、能登魂でね、ぜひ頑張ってほしいと思いますね。デビュー戦が七尾市に決まった時は特別の思いってありました？感激しました。今日ですね、4時から彼の後援者と会見をいたしまして、正式にプロレスをやるということに決定をいたしましたんで、皆さんの前に報告をいたします。やっぱり自分の体を生かすには、やはりこの仕事しかないんじゃないかという決意をしたもんですから、一応馬場さんに相談したら、そんな甘くはないということで言われたんですけど、一からやり直しますからということで、決意しました。今回のプロレスラーへの転向の直接の動機からお話しください。やはり自分の後輩の石川君が、そしてまた天竜がいたもんですから、いろいろ相談しまして、石川君にいろいろ話聞きましたら、もう一回、やってみないかということが第一番でありました。この5年間のブランクの間、を振り返ってみて、現在の体調っていうのはどうでしょう？はい、至ってどこも悪いところありませんので、ただトレーニングに入って、もう一度鍛えて、そして体重をあと10キロから15キロ。輪島の顔には強い決意の表情が現れていた。現在の体重というのはどれくらいですか？103キロあります。115キロが目標です。15キロ。はい、はい、自分ではどういうタイプのレスラーを目指そうと思っていらっしゃいますか？いや、まだそういうことはまだ考えていません。ただもうがむしゃらに、トレーニングして、
それから、まあ、馬場さんに聞いて、やりたいなと思っております。記者会見から1週間、輪島はアメリカへ渡った。そして拍手と歓声の中、自分の名前が初めてリングの上で紹介された。アルインコテレビショッピング、今日はゴルフを始めようと思っているあなたにぴったり、トニー・ジャクリンによるゴルフクラブフルセットをお届けします。ウッドは134番、話題のカーボンヘッドにセラミックフェースをインサート、安定した飛距離が期待できますよ。アイアンは3から9番とピッチング、低重心ですから大変振り抜きやすくなっております。またサンドウェッジ、パターも揃った嬉しいフルセット、これであなたもゴルファーの仲間入りですね。今日はさらにシューズバッグ、ボストンバッグ、キャリーバッグをセットしたこの GC171000A型をテレショップ価格79,800円、分割は月々4900円とご覧の価格です。なお本日はゴルフ場でのルールやマナーを説明したビデオをプレゼントいたします。お電話は大阪 06-946-8000番、 946-8000番、お早めにお申し込みください。香港、ニューヨーク、サンフランシスコ、そしてロサンゼルス、うまい生ビールがどんどん広がっている。地球のどこかでいつも札幌、世界のうまさになりました、札幌生ビール。ミネアポリスでの感激が薄れていく間もなく、厳しいトレーニングが始まった。輪島にとってまずやらなければならないことは、5年間の空白を埋めるための基礎体力作りであった。そして2ヶ月、やっとリングの上での投げ技の練習に入った。
長い間の相撲修行によって培われた習慣はなかなか変えることはできない。和島の最初の戸惑いは自分の体や膝をマットにつけることであった。なぜなら土俵ではそれが負けになるからである。元 NWA 世界ヘビー級チャンピオン名伯楽パットオコーナー。 OK、turn it up。 そしてスパーリングトレーナーは石川隆。彼は日大相撲部花籠部屋を通じて輪島の後輩にあたる。なんちゅうですかね、こう威圧感っていうのはもう他のレスラーと比べて数倍あったような感じは受けましたよね。受け身を取っていてちょっと和島さんぎこちないところがありますけれども、こういうのは時間の問題で解決していくものですか。あとやっぱり時間の問題で練習量しかないんじゃないですかね。バーベル、ダンベル、あと瞬発力の問題であってラリアートにしろ自分のものにしてねやっていくしかないと思いますね。とにかくね、思ったよりもやっぱ体ができてたしね、まあ、このもう体力的には合格ですよ。ちょっとまだ硬いことは硬いよね。それがその柔らかく対応できるようにならないとスタミナという点でその非常にまだ30分とか40分とかという試合に持っていくわけにはいかないね。まだ15分かそこらしたらもう息が切れてくるだろうと思う。だからその
もう何分でもできるという状態になるには力が入りすぎてるからね、体に。だからそれをその力を抜けるようになるにはまだ時間がかかるんで、ちょっとわからない。体力の回復が輪島の復帰の鍵である。しかしそれは38歳という年齢にとって想像を絶する厳しさで迫ってくる。だが輪島には後戻りする道はもうない。まあ入団、まあ、正式発表した時はね、まあ不安にね毎日だったんですけど、やはりここで3時間も4時間もねトレーニングについていけるということが自信がついてきましたから、まあ 2,3 週間は大変だったと僕は自分でも思いますから、あとはそのトレーニングについてきたと、約2月になりますか、すごく自分自身でもいい感じになってきたんじゃないかなと思いますよね。このトレーニングをやらなきゃ絶対リングの上に上がれないんだというその気持ちもありますしね、まあ、だからそれしか僕は今のところはないと思うし、頭の中には。プロレスには何百という技がある。その全てを学ぶ時間はないし、またその必要もない。輪島には相撲時代に完成された技術がある。それを生かしてプロレスの中に取り入れる。コーチ陣の方針が決まった。
little bit. Okay, one more time with that and move to the wrist.1987年、なんだか新しい日産です。車を変えていくのはこんな車かもしれない。フィールザビート日産です。私はこの禁煙パイプでタバコをやめました。私もこのパイプでタバコをやめました。私はこれで会社を辞めました。私はタバコを吸わないんですが、デートの時この爽やかパイプを吸うとここに、私はこれでこれができました。お口がすっきり爽やかパイプ、パイプジャケットもよろしく。あのスペースハリアーが2メガでついに新登場。テレビゲーム初の 3D 感覚、超迫力ソフト、迫り来るドラゴンをツーフィンガー連射で倒せ、スペースハリアー。セガハイスクール記念組がゲームになりました。あーいたずら記念組を捕まえろ、おかしなおかしなコミックゲーム、セガハイスクール記念組、おかしく楽しく新登場。セガ海外での練習を終え、いよいよアメリカ本土へ渡った。
石川選手と交代して新たにタイガーマスクが参加。練習に磨きがかけられた。Excellent, excellent. Because that's a carryover from his sumo training. Because he was coached and coached and coached. He had to learn. He had somebody teaching him. Now he has somebody teaching him, me. So we're teaching him a different style of wrestling, but it's still wrestling. He learns to stand on his feet. He learns to make these moves. And he incorporates everything into his wrestling. And he's doing real fine.今の自分どこが変わりましたでしょうか。まあハワイの時は無我夢中でね、まあ初めての経験だし、無我夢中でね、ただ、相手にぶつかってたっていう気持ちですね。自分でやらなきゃいけない、やらなきゃいけないってもう言うの言うってゆとりもないし、まあ一つのものにしても自分を見つめるものがなかったみたいですね。それがセントルイスに来ましてね、やはり自分を見つめて自分を反省をして、でいろんなその技のね教えてもらった、ハワイで特訓で教えてもらったもの、それからまあなんていうんですか、今ここで教えてもらった技をねすごく大事にしたいと思うし、仕上がりはね良くなってますよ。体も良くなってるし、でまあ試合技とかそういうもんに自信みたいなものがついてきたね。もう技っていうよりも気持ちに自信がついたからそういう技に落ち着きができたんだろうと思うけども、まあまだね今日 やってみてその技にもメリハリっていうものがまだないけども、これはまあ今回試合をやってみてね、それでそれから教えようと思う。初めての試合、相手の出方に合わせて技をかけることの難しさ、ジャイアント馬場選手との交代のタイミングの取り方、練習では学ぶことのできない貴重な経験、輪島にとってその機会は意外に早く訪れた。
選び抜いた素材、丁寧な作り、そして鮮度、世界のうまさになりました。札幌生ビール。サラダ作ってあるよ。でも東洋羽毛、並木橋の仕事終わりました。うん、じゃあうまくいった。東洋羽毛ね。明日早いんだろ。私は大丈夫。東洋羽毛とあなたがいるから。で、よく働いた人にいい羽毛布団、東洋羽毛です。
試合2試合タッグマッチシングルマッチ、やっていきますと自分自身にあこういうものかなというやっと何ですか段階に言えば 10段あるところやっと1段2段駆け上ったような気がするだけであとはやはり実践を多くしてで今まで、いろんな元世界チャンピオンの先生たちに教えてもらった技をよく頭の中に入れまして、勉強したいなということとやはりスタミナが一番私はこのレスラーの場合は一番必要なことだと思います。輪島はさらに試合経験を積む。一試合ごとに勝負の勘が戻ってくるように思われた。そして試合の駆け引きを学んでいった。としての素質はまだよく分かりませんけどね。ただ勝負をするという点でまあリングに上がっても落ち着いてますしね、まあ、やらなきゃいかんというその彼の持ってる記憶はこれ十分変えるんで素質と言われても困るんですけども、まあ、勝負に対する勘というものは、まあ、抜群なものがあると思うんですね。それだけは変えると思います。
輪島にとってアメリカでの半年間は走馬灯のように過ぎ去っていった。日本でのデビュー戦の日が刻一刻と近づいてくる。自分の心の中に焦りがないと言っては嘘になる。だが中途半端な形でデビューすることはもうできない。石川県七尾市石崎町、ここは輪島のふるさとである。今でも静かな佇まいの漁港である。町の一角に輪島の生まれた家がある。輪島ひろしは父幸太郎さん、母乙女さんの長男として昭和23年1月にここに生まれた。今も健在な祖父乙松さん、92歳になられる。生まれた当時は、ね、まあ子供ね、赤ん坊の時ではわからんだね。太ったらだんだんと大きくなったわね。小さい時から大きい子やった。小さい自転車をこうでやってもね、このようなダメやさかいって大きいもんの自転車に乗った子やった。運搬自転車にね、何でもまあ子供にも合わんでかいもんばかり持ったもんや。仕事だけなまねをこうやったね。やがらんもん、どんな仕事でもやつ多かったです。学校には当時は相撲大会とか学童とかでありました。学童の相撲大会、その時でも学年別に優勝してるし。左が柿島さん、小学校時代団体優勝した時の記念写真である。輪島ひろし君の通っていた小学校は当時この場所にあった。昭和34年春、ひろし君は石崎小学校を卒業した。これが今の石崎小学校。昭和37年1月に完成。この地方は昔から相撲の盛んな土地柄で、こうして子供の時から練習している。輪島の出たこの学校は今でも強く、最近でも数多く優勝している。こうして今も輪島二世たちが育っている。
広志少年は鹿島中学校へ進んでからも相撲をやめなかった。それは良き指導者に巡り合えたからでもある。中学時代の相撲部の恩師金谷先生にその頃の思い出を語ってもらった。練習がきつくて、で本人は音を上げてないんですが、うちの人が見ていての食が進まないとか、あるいは夜なんか起きて出て無病者みたいにいて歩いてるとかね、なんかそんなことでかわいそうだったわけで、やめさせてくれっちゃうか、そんなことでおばあちゃんがなんとか学校へ足を運ばれたりしましてね、野球のバットと、それからおばあちゃんの言葉では手袋ですね、グローブを買ってやった。でそれをわざわざ学校まで持って店に来てくれてね、それで野球をやらせたいんだ、相撲はやめさせてくれっておばあちゃん子でね、おばあちゃんがもう目の中に入れても痛くないような感じでね、可愛がっておられたね。もう2年生3年生になりましたらね、おばあちゃんの方はもう買ったらやっぱり喜んでね、よかったよかったってこと言ってましたけどね。3年生になりましたらね、やっぱり本人も自信がつきましてね、どこの大会でももう堂々と勝てるもんだっていうな自信を持って取っていましてね、ずっと総なめにしたわけです。個人戦は全部石川県のやつは全部取りました。それで、あれですね、やっぱり自信なものは大事なものだなとそのように思いましたけどね。自己の天分を見出した和島は金沢高校から日大相撲部へと成長していったのである。幸せのおいちい味を探しまちょ。わあ、いろんな蝶々が胃腸腸、変な蝶々は変路蝶々、おっとっとっと都腸腸、おや桃屋の蝶々は波腸腸、はははははと海苔の葉が長くなっておいちいでちょう。桃屋の江戸紫波長長、からし明太子のりも見つけた。かわいいプチボトルよ。夢にも個性があっていい。 Do it yourself。ハイテク時代をリードする和光証券です。キョロキョロオートバックス、キョロキョロオートバックスはカー用品がいっぱいだから思わずキョロキョロ応援します。ハッピーカーライフオートバックス。オートバックスは今ウィンターランド、スノータイヤをはじめ安全快適な冬のドライブはオートバックスにお任せ。オートバックス。いよいよ試合が始まる。和島は緊張した面持ちで控え室を出てくる。観客の興奮は高まる。
ておりません。この7ヶ月間アメリカで修練した必殺技がどこまでこの試合で出せるか、いくつの技が出せるのか、そういったところが今夜のテーマになるかと思いますが、しかしこのタイガージェットシンの奇襲攻撃で全く序盤戦手が出ません。おっと正面からものすごい勢いで、あれは前に引っかかりましたね。さあどうやって這い上がってくるか、試練の勝負だ。輪島頑張れ、輪島頑張れ、輪島試練の勝負だ。お得に流れるのか、日本で風船足を取った、引きずり込んだ、青い鉄柱攻撃、これはいい攻撃だ、青い鉄柱攻撃、輪島。さあ行け行け、輪島が思い切った勝負に出てまいりました。相当深いタイガージェット作戦も山田さん考えたようですね。そうですね、まあ、芯がね、ああいう戦いに来るならば、やはり輪島選手といっても根性でいかないようなんですね。輪島の猛反撃が始まりました。今夜の輪島は黄色いトランクス、白いシューズ、これはアメリカデビュー戦で白星を飾った時のものであります。弦を担ぎました、輪島日本デビュー。輪島が二郎立ち、またスピリング投法機で出ていった。ドリーバンクジュニアも懸命に教え込んだスプリングトーンホールドを多用しています。さあそして、さあおっと2回転しましたね。いい攻撃です、いい攻撃です、腰を落としてますね。そうなんですね。これが輪島の栄一です。おっと正面に飛びましたが、おっと狂気ですね。タイガージェットシン黒いトランクスから狂気を出した。その洗礼は輪島にとっては初体験でしょうね。非常にね、はい、今輪島選手の方から突っ込んでいくところをカウンターと言いましたからね。そうなんですね。さあちょっと苦しい表情を見せてはおりますが、しかし闘志を表す、闘志を表す。さあ輪島が前に出ることを望みたい。おっと後ろに下がってはいけません。さあおっとやっぱり相撲が上がってきた。さあ一つのチョップ、ご覧ください、この力強い輪島、レスラー輪島の姿がある。打った打った打った打ちまくれ輪島です。いやしかし自分のペースになるかと思うと、すぐにタイガージェットシンがまた戻してしまいますね。そうですね、さあ今度は相撲タックルか、立ち上げに行ったぞ、相撲タックルだ。間に上樋口がいます、間に上樋口がいます。もうフリーの夢中ですから見えないかもしれませんね。おっとおっと上樋口を間に挟んで、もうタックル、相撲タックルに行った。上樋口レンディが断絶状態にされて場内に復活状態、これが1本だ。おっとリンガーさん、レンディがいなくなりましたか。おっとは上樋口が大変な勝負です。さあここから軍事を出している今日本デビュー戦、さあ軍事に錦を配るか、場外に出たぞ、場外に出たぞ、いつの間にかリングサイドにはジャンボ強さもいる、非常に心配そうだ。輪島の日本デビュー、さあそこで抱き合った、すごい勢いだ。もうがむしゃらにこうなったら山さん格闘を見せるしかないですね。そうですね、もう技とかね、はい、何とか言わずにね、ガンガンいった方がいいですよ。過去アメリカでの7戦の勝負は場外での勝負は一つもありません。いわゆるオーソドックスな勝負でした。我々反則負けでした。今輪島の反則負けがコールされました。ふるさと七尾に山田さん、結果的には錦を飾ることができませんでしたね。でもね、始まってはあんまり断ることないですね、はい、とにかくね、あれだけガンガン行ったんですから、はい、もうレフリーに当たってしまって、反則負け、これはやむを得んですよね。そうでしょうね、サーベル攻撃、それから、外での、まあ、ラフプレー、それも輪島選手にとりましては、もう本当に初体験だったと思います。まあ、プロレスラーとして日本に帰ってきた輪島、しかもふるさとのデビュー戦、おそらく相当なプレッシャーがあったことでありましょう。必死のファイト、本当に必死のファイトでした。さあ輪島が一旦リングの中に戻ってまいります。白星で飾ることはできません。サイドには天竜だ。輪島は今日控室に、全日本プロレスに控室に行った時に、おおおっと天竜を跳ねのけて、またタイガージェットシンを追いかけるようだ輪島。そうですね、いやいい根性ですね。いい根性してますね。とにかく今日ね、はい、リングサイド、アウトサイドリングになってからも、はい、輪島選手の方がね、ガンガン仕掛けてましたからね、はい、またタイガージェットシンを追いかける輪島であります。今夜輪島選手のお母さん乙女さんはもう怖くて怖くてと言って会場には来ておりません。おっとジャイアント馬場が輪島選手をもう一度リングの中に戻そうというところでしょうか。右手を上げておりますが、相当プレッシャーの戦い、プレッシャーとの戦いではありましたけれども、七尾のお客さんはどうでしょうか。よくやったという気持ちでしょうね、はい、そうでしょうね。輪島のお母さん乙部さんは会場には来ておりません。しかし今夜輪島選手はおそらくおふくろさんのふるさと料理を試合が終わりましたので味わうんではないでしょうか。
さあ輪島は再びリングの中に出てまいりました。しかしレスラー輪島には休みはありません。この後直ちにアメリカ最新競でございます。来週のこの時間は輪島そしてリングに現れて結果がつけられました。5分50秒、両者反則、両者反則という最低でございます。再びタイガージェットシンがリングサイドにやってまいります。さあもう一回勝負をしてみせろ。熱くなったぞ七尾市民。こっちはレスリングすると思ってたんだけど、もうあれじゃプロレスじゃない、めちゃくちゃだ。それだとこっちも考えて今度から作戦を考えてやるんですよ。やっぱりあのいきなりこう攻められて、やはりエキサイトっていうんですか、かなりかっか、いや全然もう予測はしませんでしたからね。相手は主人ですからね、技を出すと、覚えた技を出すということは無理だろうとは思ってたけども、かえってあの、ね、技ができなきゃ相撲の技でもいいから やった方がいいんじゃないかという気持ちが俺にあったんで、かえって芯を選んだんだけども、この今まで見たことのないあの輪島の気力っていうか戦うっていうそのものが出て帰って技をやるよりも良かったんじゃないかと思うな。点数で言えばね、まだ60点ぐらいだけども、気力はもうあれと思った。そういう意味では気力は満点だな。わざわざその気力ってのはやっぱり地元っていうことがあって、いやもちろん地元もあるし、これからレスリングやっていくんだから、すごくその今日の試合が勉強になりましたし、またアメリカでやる試合とまた全然違うし、やはりそういう乱闘の勉強はあまりしてませんでしたし、まあ、リングの上で、基礎的なもの、それから自分の、得意技とする技も出なかったし、それが僕も一番悔しいっていう、まあ、技は出なかったけどもね、教えなかった、一つも教えなかったその喧嘩殺法っていうものがガーッと出ちゃったから、これはもう教えないのに、やっぱりこれはやっぱり横綱だな。ああこれはやっぱり大事だな。第二の人生を一歩踏み出した今の気持ち、率直なところを聞かせていただきます。こういうふるさとでね、まあデビュー戦を選んでくれた本当に馬場さんに、感謝する気持ちでいっぱいです。今度遠征するノースカロライナ、サウスカロライナは、まあ、第二のふるさとですね。頑張ります。パルサーが日本カーオブザイヤー受賞。ツインカムヨーロッパ、日産パルサー。日本カーオブザイヤー受賞の日産パルサーに3ドアハッチバック、フルオートフルタイム 4WD 誕生。走りの性能はどこまでも美しくなれる。綺麗に見えてもカビは隠れています。ほら黒い汚れはカビ。こすらずにカビを根こそぎカビキラー。お台所にはキッチンカビキラー。ガラス、電気の傘、部屋中いろいろ、これ一本です。お掃除にガラス&ホーム、いろんな汚れにジョンソンクルー。桃屋のイカの塩辛があれば、おい、おろし合いにしてくれと頼む。これで一杯はなかなかおつですな。その後は決まってご飯に渋いお茶てんで、塩辛のお茶漬けね。熱いお茶をかけるとなんともいい風味。桃屋の樽煮込みイカの塩辛。この間の七尾での試合、もう確かにもう僕には膝から上までは十分な彼の素質が際
鍛え込んであると、いわゆる復活している。ただ問題は足首の周辺ですね。この辺にどうかちょっと弱みがあるんじゃないかなと。だからあの足首を、和島が鍛えていきますと、まあ売り物の黄金の左というものもまた威力が倍化してくるんじゃなかろうか。せっかく、足首絡みつけて、真のあれをやってもこれを簡単に外されるというところにまだまだ鍛え込みが不足しているものがある。私は和島は十分にまだ可能性、将来を持っているレスラーだと。プロレスの世界はそんなに若くておしまいになる世界じゃありませんからね。そういう意味じゃ期待は持ってますね。またその素質もございますね。和島さんとの出会いっていうのは昭和48年だったと思います。まあ、彼が横綱になった年、そして僕自身が、まあ、それこそグランプリを受賞できた年で、まあ、彼に受賞後抱きかかえられて、僕が涙を流したという、あの瞬間から、まあ、僕と彼との親交が始まったわけですけどね。まあ、その彼が男として頑張ってみたいということで、まあ、プロレスラーとしての第の人生を歩んだ。まあ、これから先まだプロレスラーとしてどうなっていくか、まあ、素人の僕らにはよく分かりませんけれど、この新しい道に本当に死に物狂いで取り組んで頑張っていってほしいと思います。今度日本でデビュー戦やるからその時は必ず見てくれって言われたんですけど、ちょうど僕もその時仕事でどうしても抜けることができませんで、抜けることができなかったもんですから行けなかったんです。和島さん申し訳ございません。それでまあテレビでは一応その試合を見せていただきましたが、やはりなんていうかな、相撲のその和島さんっていうのが少し残っているので、なんていうかもうスピード感のあるレスラーとして、すごいんじゃないかななんて思いました。彼の場合は波乱万丈の人生を今まで送ってきてるわけでして、私としてはやはりこのプロレスラーという道以外にはなかっただろうと思うんですね。ですから彼にも最初に相談を受けましたけども、もう一度やっぱり男にならなきゃいけない、でやはりそれを生かせる道は何だっていうとやっぱりこの道なんだろうと、そういう点では馬場さんに全てお任せしてですね、死んだつもりでもいっぺん男になるように努力をしてほしいということを私としては申しました。もう一度男になるんだ、このように言っていました。輪島、今の俺はリングに生きる男だ。人間っていうのはこの一生懸命生きていくっていうことがすごく僕は好きなんですよね。だから和島さんがこれで生きていこうと思ってこれに一生懸命この命をかけたっていうところが非常に好きで、なんとか頑張ってほしいと思って応援に来てるんですけども。そうですね、お相撲時代はね、とにかく左で回しを取っちゃえばもう絶対大丈夫って安心感があって、それがすごくなんかこう、あ、左取ったからもう輪島大丈夫っていう感じがあったんですよね、応援してる身からするとね。だから今度はちょっと相手回ししてないから左手が入りにくいかなと思うんですけど、なんとかその辺を頑張って
また豪快にリングの上で投げ飛ばして勝ってほしいなと思います。私今日はやっぱり控室に行きましてね、お会いしたいけど、やっぱり引退した時から体見たらもうびっくりするほどね、体締まってるんですよね。やっぱりすごく欠けてるんじゃないですか、もうプロレスにね。輪島の全身は自信に満ち満ちています。七尾デビューの時より体が一回り一回り大きくなりました。元 AWA 世界チャンピオン、動きは抜群に速いリス・マーテル、うなる剛腕、黄金の左、輪島ひろし。さあ、新人の輪島をどう動かしますか、ジャイアントとか。元横綱輪島、この腕の力を十分に利用するのは得策ですね。そうですね、あの自分のね、特徴ですからね、得意なものをなかったんです。しかし今度はディフェンス目を見ましょう。コーナーに追い詰められました。さあ、さあ、右にスクワットを見せます。そしてもう一回巻き投げ、そしてアームロックに取ります。輪島がちょっと広げました。相手陣内、ブルーの陣内がビッグマーテル、トムジンク組のコーナーだ。トムジンクが待っているぞ。ダブルの攻撃か、インターブラッシング。さあ、さあどうだ、輪島、這い上がれ、立ち上がれ。さあどうだ、一発ブラッシングを打たれました。選手の試合の展開を輪島選手はよく見るべきですね。そうです、チャンスだったらぜひやってもらいたい。注目の輪島が再び登場してまいりました。公開練習の時にはアームロック、それからレッグ、
輪島は今日も戦う、明日も明後日も、日本の、いや世界のどこかでよみがえった黄金の左がうなりを上げる。届く、どんなに遠い夢であっても、いつかは明ける、どんなに長い夜であっても、明日に向かい歩いて行こう。